言わない方がいいですね。びっくりさせます。ありがとうございました。ご理解いただいて。はい。
まああのこの場なんですけど、私もフィリピン人としてたくさんの勉強させていただいて、まさか新潟で私歌おうと思ってなかったんですよ。本当はお嫁に来ただけなんですよね。なぜか歌うようになった、なんでそこに座ってるのって感じね。あの、ま、My husband、okay、やっぱり My husband のおかげで私もこのここであのいろんなところで歌うことができたっていうのは、なんか知らないんですけど私の大ファンなんですだそうです、はい、うん、ちょっとだけ笑顔出しましょうか。なんかあまりにもなんかね、ちょっと真面目すぎたかな、私が真面目すぎたんですかね。 Oh my god はい、笑顔出てますね、笑顔出てますね、 OK、 笑顔出てますね。 Thank you Thank you Thank you。 やっぱり、あ、じゃあこの、あの笑顔出たというのはやっぱりこの時期もですね、秋かなって思うんですよね。あともう少しで秋、あの秋になるから、ここでですね、せっかく私も歌わせていただいたんですけど、この方のとの出会いもできたというのも私は大変心から光栄ですよね。だからもう本当にぶっつけ本番で田中先生と一緒に、先生、ぶっつけ本番させてください。よろしいでしょうか。じゃあ先生、この時期でね、なんていうかな、秋だから、まあ、先生準備できますか、教えてください。皆さんでちょっと、どうですか、今年の秋ってたくさん落ち葉しました、たくさん落ちました、すいません、たくさん葉っぱ落ちました、散りましたよ、散る、散るっていう、散る、散る、 OK。 だからここで、先生、はい、Thank you so much、 今日はありがとうございました。あの歌いますよ。いや違う、あの先生にこうやってあのやっていただいて、そして私ちょっと試しで歌ってみようかなと思ってるんですけど、いらない、あ、いらない、いらないんだってOK、 じゃあ先生よろしくお願いします。じゃあ秋の季節に、my darling.
それがずっともうパリサイ
つまりあの7月14日のパリのフランスのお祭りは日本ではパリ祭として撮っているんですね。その映画のせいです。まあ悪くはないと思うんですけどね。だから実際パリ祭というパリのお祭りっていうのはフランスにはないということですね、はい。で、まあ、音楽は大変美しくて、もう大好きです。じゃあ演奏します。パリ祭、現代はアパリダンショクフォーブルと、どのパリのどの界隈でもどの通りでもみんな、まあ、お祭りという、まあ、大まかに言えばそんな感じです。
そして一つちょっとお話ししますと、先ほどのさっき接種本っていうのをやりましたけども、それからいろんな曲で少しジャズっぽい雰囲気を感じ取れるんじゃないかと思います。というのはこのパリ・ミュザットというのは20年代から30年代に一番よく演奏されていた、まあ、ダンスミュージックなんですね。このアコーディオンとかギターを伴奏にしてみんなこうくるくる回ってダンスホールで踊っていたんです。で、その頃ちょうどやっぱりアメリカからスイングジャズがこう入ってきまして、あのフランスにですね、まあ、日本にも入ってきたかもしれないけど、それでそのスイングジャズの影響をたくさん受けて、あのスイングする音楽として発展してきたんですね。で40年代になってそれから第二次大戦が終わるとちょっと下火になってしまったんですけど、80年代からまた流行りだしましてですね、その、まあ、ダンスホールって自体は少なくなったんですけど、そういうダンスパーティーはフランスではもう本当によく開催されていて、そういうところでも演奏されています。だからちょっとジャズっぽい雰囲気があると思いますけど、これから演奏する甘い思い、ドゥース・レフレクションという、まあ、曲なんですけど、これもちょっとジャズの雰囲気があるかもしれません。でもいかにもね、パリの路地裏にこう流れるようなそんなイメージじゃないかと思います。じゃあ聴いてください。
これはすごいですよ。生きるために生きるというタイトルがついてるんです。だから全然あのイメージがちょっと違うんですけど、音楽は大変美しくて、このアフランシス・レイさんも確か昨年亡くなってしまったんですよね。最近もうすごいあのフランスのミュージシャンがたくさん出るように言ってます。今年になったらミシェル・ルグランというね、あの方も亡くなりましたし、それから我々アコーディオン弾きにとってはマルセル・アゾラっていう、はい、フランスのもう本当に素晴らしいアコーディオン奏者が1月に亡くなってしまいました。まあそんなもろもろあるんですけども、だんだん寂しくなってきたかもしれませんが、はい、じゃあこのビーブル・トゥ・ビーブル、パリの巡り合いに来てください。
それでは、聞いていただきましてありがとうございました。一応最後の曲を奏したいと思いますが、最後の曲はですね、パリという言葉はついてないんですけど、パリの有名な歓楽街がありまして、ピガールっていう場所があります。有名なのはムーランルージュという、風車が赤い風車がこうあると思うんですけど、でその近くにはムーランルージュというキャバレー。